こんにちは、メイヤです。今回はですね、またちょっとお菓子の紹介動画なんですけど、まあ、前回のですね、まあ、これチョコエッグの動画でですね、まあ、告知してたと思うんですけど、まあ、これが販売されましたよ。チョコエッグキッズの異種最強図鑑ですね。まあ、買ってきました。今回はですね、まあ、どんな金消しが出てくるのかなっていう、もうものすごく楽しみにしてたやつなんですよ。でですね、まあ、ちょっと、金消しっていう言い方をちょっとしてましたけど、自分ですね、金消しっていうのが、出たのがですね、小学生の頃だったんですよ。で、まあ、幼稚園の頃なんかは、金消しがなくてですね、ウルトラマンの怪獣消しゴムでよく遊んでたんですよ。それでですね、まあ、どちらかというと自分はですね、人型をした、金消しよりもですね、ちょっと奇抜な造形をした、ウルトラマンの怪獣、の方が好きなんですよ。人の形をしてない、なんか、フィギュアが出てくれたらいいなって思ってですね。まあ、今回、買ってきました。だったら、なんか、たくさん買ってくればいいんじゃないかって思うかもしれないんですけど、まあ、そうしてしまうとですね、まあ、ちょっと違うんじゃないかなって思うところがありまして、まあ、何かっていうとですね、どうしてもこういうフィギュアなんかをですね、コンプリートしようと思ったら、ランダムで入っているものだったらですね、物が被ってしまう可能性があるんですよ。そして被ってしまった場合はですね、まあ最初に出た1個は、まあ大事にするかもしれないけど、もう2つ目に出たものは、もう同じもの被ってしまったら、もう次のやつはゴミみたいな感じで、もう粗末に扱って場合によっては捨ててしまうみたいな。なんかそんなことになると思うんですよ。だから、それがちょっと自分は嫌でですね、もうその、一つしか噛まなければ絶対に被ることがないからですね。その心配をする必要がないっていう。まあそれでですね、まあ一つしか買ってきてないんですよ。もうこの一つで勝負しますっていう感じなんですよ。でですね、まあ一応今回ですね、まあ自分の中ではですね、この中に入っている、ヤマタノオロチが入ってるらしいんですよ。で、そのヤマタノオロチが欲しいなって、まあ見てみたいなって思ってるんですよね。まあヤマタノオロチが出たら当たりって感じですね。まあ、ヤマタノオロチじゃなくても、まあ、ちょっと、ま、要は、人の形をしてないやつがいいですね。もう今までほんと散々ほんと、チャッチー金消しって言ってきてるんでですね。もうちょっとそろそろ人の形じゃないフィギュアが出てほしいなと、ま、思っております。では、ま、それを込めて、あとちょっとちなみにですね、買うときにですね、少し気持ち重いやつを買ってきました。では、開けていきましょうかね。チョコエッグはま、もうなんかほんと見慣れましたね。さあ、チョコエッグ開けますね。そして卵の中ですけど、もうだいぶですね、最近暖かくなってきてるからチョコレートもなんか溶けかけてるっていう、そんな感じですよ。多分パカッとしても破片が飛び散らないですよ、溶けかけてるから。はい、割れましたね。まあまあです。まあまあの割れ方ですね。で、まあこれは置いといて、で、まあいつものようにっていうか、まあ、チョコエッグキッズのおなじみのこの緑のカプセルが出てきましたね。さあ、ヤマタノオロチが出るのでしょうかっていうか、まあ、ヤマタノオロチじゃなくてもいいんで、ちょっと人型じゃないフィギュアを期待して開けます。ちょっとチョコレートが溶けてるせいか、ちょっとカプセルがヌルヌルしてますね。あ、ちょっとヌルヌルして開かないな。さあ、何が出るか。ちょっとヌルヌルしてるな。あ、でもちょっと開けました。さあ、おお、これは人間の形をしてないぞ。出ました。なんだこれ。あ、いや、人間の形ちゃ人間の形かな。なんかルシファーって感じですかね。まあ、こんなのですよ。もうなんかちょっとカプセルに無理やり入ってたから、もう足がぐにゃっといっちゃってますけどね。まあルシファーですかね。羽が6枚あるんですよ。まあ一応ちょっと中見てみましょう。ああ、そうですね、名前ですね、まあ、ルシファーが出ました。ん？ルシファー、ちょっと待ってくださいね。あ、これシークレットみたいですね。シークレットが出たんだけど、ちょっと物としてはこれ人の形してるんですよね。だからちょっと、まあ、不本意なシークレットって感じです。これがですね、もう少しなんか怪獣みたいな形をしてくれてたらですね、よかったんですけど。ていうか足がぐにゃってなってるんですけどね。もうこの足ぐにゃがものすごく気になりますよ。
あとですね、まあ最初に言いましたけど、この中に入っているフィギュアなんですけどね、また紹介していこうかなと思ってます。フィギュアは全部で10種類。それにプラス、シークレットは2体ですね。オウムカデ、インドラジット、ベルゼブブ、竜、フルフル、マルコシアス、ヤマタノオロチ、イフリート、ブエル、主天童子、それとシークレット2つですね。まあこれがそのうちの1つみたいですけど、ルシファー。そうですね。まあできればこの中でまあ思ってたのが、この竜とかオウムカデとかヤマタノオロチが見たかったですね。あとベルゼブブでもよかったかな。なんかそういうちょっと本当人の形をしてないような、まあ、造形が見たかったんですけど、まあ今回このシークレットのルシファーが出ましたね。あ、ちょっと説明読んでおきましょうか。底知れぬ実力を持つ大悪魔。かつては6枚の翼を有する天使たちの長だったが、神に反逆し悪魔となった。底知れぬ実力を誇る最強の大悪魔だそうです。で、あとですね、まあ、今回もこの、いつものようにですね、このフィギュアがですね、暗闇で光るそうなんですよ。ちょっとやってみましょうかね。これはすっごいかな？今回ちょっと、これはすご、光んねえよ。まあ、お約束ですけどね。今はちょっと光らないですよ。やっぱりこのカプセルから出してすぐはですね、もうちょっと光に当てないと多分光らないようになってるんですよ。だから光らないですけど、後でまたちょっと光に当てて別撮りしてみます。というわけでですね、まあ、今回はこのチョコエッグキッズの異種最強図鑑の開封をしてみました。まあ、シークレットがですね、出たんでですね、まあ、ちょっとレアなのかもしれないですけど、まあ、思ってたようなフィギュアはちょっと出なかったかなっていう感じですね。まあ、いつものやつって感じですよ。まあ、ちょっといつものやつよりは細かいかなっていうのはありますね。でもちょっとわかりにくいかなっていう。あとちょっとやっぱカプセルに入って今度ぐにゃぐにゃになっちゃってるっていうですね。まあ、それがちょっと残念だなって思っちゃいますね。というわけでまた次回ですね。まあ、こうやって、まあ、チョコエッグキッズ、並びにま、ちょっと変わったチョコエッグなんかを見つけたらですね、買ってきて開封したいと思っております。それではまた。